ラファエル・ウルダネタラファエル・ウルダネタは、ラテンアメリカの独立の戦争における英雄。1788年10月24日、ウルダネタは、ベネズエラの都市マラカイボで、スペインの家系を持つ、クリオージョ上流階級の家庭に生まれ育った。独立戦争以前、彼はかつてラテン語と哲学を学ぶ学生で、スペイン王室の役人をしていた経験を持つ。年に、 カラカス市参事会により独立の宣言が出された後、ウルダネタはカラカスからスペインと対峙する愛国軍側に参戦した。その数年後、勇敢な行動が認められ、彼はシモンボリバルの右腕となり愛国軍の将軍となったのである。大コロンビア共和国の国防省長官や議会議員も歴任したウルダネタは1830年9月に、 政府を著しく統制する立場についたが、部分的にはボリバルに大統領の座へ戻ってきてほしいと望んでいた。しかし、ウルダネタ政権は、最終的にヌエバグラナダ人で亡命先から帰国した元大コロンビア共和国副大統領だったフランシスコ・デパウラ・サンタンデル率いる軍によって崩壊する。私生活ではドローレス・バルガス・パリスという名の妻がおり、 カトリック教徒であった。また、ザブリリアントという故障がある。1845年8月23日、腎臓血石が原因で、ウルダネタはフランスの首都パリにてこの世を去った。ありがとうございます。